のお店のさ、うん、若い女の人のこと好きでしょ、ちょっと。なんで分かんの？すぐ分かったよ。でも冷たくされてざまみると思った。じゃあ次の店行きましょう。食べ終わってちょっとあのコーヒー飲みたいなってことで武田さんにもう一軒、連れてきていただきました。はい、電気屋ホールさん。そうですね、甘味喫茶って書いてあるんですけど、はい、何が甘味は名物なんですか？いや、やっぱりゆで小豆、あ、ちょっと面白い飲み物もありますので。わかりました。はい、ちょっと、はい、はい、行ってみたいと思います。あずきオレ、はい、あったかいのか冷たいのか。え、あったかいのあるんですか？はい、あったかいのもあります。あ、じゃああったかいやつにしてください。はい、じゃあ私は小豆オレの冷たいのでお願いします。はい、あ、すいません、ゆで小豆と煮小豆ってこれどう、はい、ゆで小豆はおつゆがありまして、煮小豆はおつゆが全くありません。ああ、はい、そういうことなんだ。そうなんです。はあ、おしるくほどちょっと濃くないのがゆで小豆で、うん、で、こってり煮小豆は小豆、その炊いたまんまで。はい、はい、人気メニューですか？あ、ゆであずきはおかげさまでそれで100名以上なので。あ、じゃあゆであずきください。はい、よろしくください。お椀に入ってるんだと思ってたんですよ俺。だからこれとさ、あずきおれ頼んじゃったんですよ。しかもホットホットホット。いただきます。美味しいよ。うん、じゃあ美味しそう、うん。美味しそうですよね。うんうんうん、やっぱ俺の方がさ、おしゃれな感じするしますよね。うん、そうね。はい、いただきます。それあったかいんでしょ、それ。これあったかいです、ね。うまい。俺こっちの方が全然好きです。あ、これはうまい。あれじゃ、うまいですよ。美味しいですよね。うまいですよ。初めて珍しいパターンを紹介するときに初めてものされるっていう、うん、あ、これ今度から頼もう、これ。マルベル堂さんのスタジオにお邪魔させていただいております。武さん、これ衣装とか、はい、ここにちらっと見えたんですけど、こういうのもなんか貸していただいて。もちろんです。もうこれどれ選んでいただいても大丈夫です。あ、本当ですか。はい、じゃあちょっと選んで着させてもらいたいと思います。はい、はい、これなんかこういうなんか軍服っぽい、なんかこれガキデカだ。ガキデカだよ。これよくない？制服だとあれだから、なんかこういう。いいね。いいじゃないですか。なんかこういう。いい。いいじゃないですか。いい。こういう。シュッシュッと行きましょう。はい。はい。はい。でも僕らを進ませる。さ
よならを僕は引き伸ばして、いい人であなたを傷つけた。冷めたミルクティーを温めるように、あなたはつぶやいた。わかった。